どうも、ねずっちです。プロ野球、昨日ね、今季初めてお客さんを入れての公式戦ということになりましたけどね、なんと5試合中3試合が、サヨナラホームランで決着がつくというですね、劇的な1日になりましたね。しかも5試合すべて1点差のゲームだったということで、これも現地観戦した人たまんなかったでしょうね。まあ、負けちゃった方のファンの人はね、悔しいでしょうけど、勝った方は本当にもう大喜びしたんじゃないでしょうか。昨日のプロ野球の試合というのはね、言ってみれば七草がゆの準備みたいなもんですね。どういうことかって、競り勝ったってね。ねずっちです。ではまた。